ルフィが去ったコロシアムではなおも戦いが続いていたレベッカとキャベンディッシュが出場した D ブロックは予想外の展開となるキャベンディッシュのうちに眠る殺人鬼の別人格白馬が突如覚醒しレベッカ以外の出場者を一掃その後キャベンディッシュ自身は眠りに落ちたため失格ただ一人立ち上がったレベッカが決勝進出するという。 大狂わせが起きた決勝に勝ち進んだのはサボフンするルーシーレベッカバルトロメオバージェスそしてドン・キホーテファミリーからディアマンテの5名アリーナに決勝戦開始のゴングが鳴り響く一方予選で敗退した選手たちは揃って行方をくらましていた彼らは皆 ドンキホーテファミリー幹部の能力者によりおもちゃに変えられファミリーのために働かされていたのだおもちゃにされた人間は他人の記憶から消えてしまうためその事実に気づく者はいない打倒ドフラミンゴを誓うおもちゃの兵隊はこのおもちゃ化を解除することが勝利の鍵だと考えウソップロビンフランキーに協力を要請作戦は見事成功し おももちゃのの兵隊自身も人間の姿に戻る。彼の正体は元ドレスローザ軍隊長キュロスレベッカの実の父親であったウソップたちから連絡を受けたルフィはこの国で起きていた悲劇の全容そしておもちゃの兵隊の正体を知るその頃、決勝戦が行われているコロシアムはおもちゃが突如人間に戻ったために大混乱に陥っていた